高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、いやもう今日は合言葉はサマートゥーシーンということで、終わった方もこれからの方もありがとうございますということでね、よろしくお願いします。あのね、ギリギリ今からですよっていう方とね、で、よかったって方と今日は入り混じってるよ状態で聞いていただいてると思うんですけども、現時点の高橋直澄としましてはですね、これからですよっていうところでございまして、なんならまだ準備終わってないよっていう大丈夫、これね、まあ、これあのね、この後ちょっとゆっくり喋るかもしれませんけども、まあ時間が足りない久しぶりですね、こんなに寝てませんよっていうかね、いつ寝てんだっていう感じのやつでね、そうなんですよ。あとね、いろいろあってね、今ねカードも使えないというか、銀行のカードもなんかね引き落としに使えないような状態になっておりましてまあね、なんか言ってしまうともう本当に怖い世の中だなっていうようなことをね、なんか知らないいろんなものがお金が引き落とされたり入ってたり何このおかげの俺の知らない動きをなぜこの銀行のカードはしてるのっていう状態になって、でなんかね、そんなオープニングからそんな話してどうするんだって感じそれでね、なんかカードが使えない、銀行のやつが使えない状態なのでまあね、通販で買い物もできないような状態なので、はい、まあ、家の中に野菜もいろいろなくなったりとかしてでもなんか作るのもめんどくさいなみたいな感じになって、でいろいろね、この間もう言ってますけどもなんかね、ピザ頼んでみたりいろんなもの頼んでねやっぱでもね、外食すると楽しいな美味しいなって思いつつもね、なんかこうでも、あ、意外と前はこんな風にじゃんじゃがね、お金使ってたんだなっていうのも思ったりとかして、いろいろ思うところがありつつ、でもね、この間、まあ、ブログとかでは書いたんですけど、ビザハットだっけの、スーパーカズレーサー4みたいな感じさカズレーサーさんのなんかこうセレクトのピザみたいなのがあって、うん、あれの4種類頼めるやつのプルコギがめちゃめちゃうまかったの、うん、そうなんだね、プルコギだけで食いたいと思ってプルコギの L 頼みましたよ。もう時間がもうね、作ってる時間ないので持ってきてもらってすぐ食べられるものみたいなね、そしたらもうね、なんかね、お腹空きすぎてたのか、もうなんかいろいろ考えながら食べてるせいか、お腹がちっともいっぱいにならないんだよね。 L1 枚食べちゃいました私ピザは飲み物だなって思いましたね怖い。さあ無事に、なんとか、ライブが終わってることを皆さんと一緒に、あーよかったサマーズイーンってなってるようなことをね、切に願いながら行ってみましょう。今週のチョロ、はい、チョロタンもしっかりね、ちょっと若干こう遊んでよって言いながら、今ごめんねって言いながらこうね、放置され気味になっておりますけども、ついに取れましたよ、全部綺麗に、毛玉の部分はね、やっと可愛くね、で夏バテもちょっと、過ぎたのか元気になってきましてね、嬉しいなっていうね、本当に可愛いなっていうねところでございますけども、ほんでまあね、そのチュールがね、最近そのこの原価高なのか何なのか、いつも食べてるその焼きガツオの黄色いパッケージのやつがですね、はい、仕入れできませんよっつってね、なんかねないみたいな、困って、もう本当にそれしか食べないので、泣く泣く焼きガツオのマグロミックスっていう赤いパッケージのやつをね、今回こうイレギュラーで頼んでみまして、恐る恐る揚げてみましたところ、食べましてですね、あ、よかったと思ってねあ、これは食べてくれるんだ。でそのチュールを揚げるときにね、まあ、調査をしてね、ももに足を乗っけて食べさせますよって前もこの番組で言ったと思うんですけど、チョロタンね、僕の右のももの上から食べるっていうのがチョロの中の定型らしくてですね、なるほど、はい、なのでこうわーいってこうね、わーチュールだチュールだって追っかけてきて、で俺の左側にこう一回ポジションをこうついてね、で俺が足を伸ばして座ると左側にいると、んっていう顔して、でこの足をひょいって飛び越えるんですよ、はい、ひょいって飛び越えて右側からやっぱり来る、その
うん、こっちがいいなっていう、そのね、そこの何そのこだわりみたいな、いや可愛い、やっぱりそっちから来るのねみたいな。そんでこうね、もうね、もう慌てすぎて、あのこう一回こう高い位置にね置いて、チュール置いて、そうね、こう高いでしょっていうね、あの乳首ドリルみたいな、いや高いとこ置くな、高いとこすなみたいなね、そういうのを何回もやるんですけど、それね、もう最初から手出しながら登ってくるみたいなね、そういうところもまあ可愛いなっていうですね、本当にね、この忙しい時のこのチョロさんの癒されること、そしてあのこの番組にくださる皆さんのあったかいメールの癒されることよということで、今週もですね、皆さんと共に進んでまいりたいと思います。高橋直澄のトロブルメーカー、今週も元気にいってみよう。高橋直澄のまずは普通のお便りご紹介していきたいと思います。こちらはですね、東京都ロボット女18号からいただきました。ありがとうございます。トラボー、はい、トラボー、本番まで1週間と迫ってまいりましたね、はい、もう終わってるとこと終わってないところですけどもね、放送される頃には、無事に大成功を収められているといいのですが、本当に私も思いますなぜ小声なおちゃん、スタッフさん、毎日お疲れ様でございます。ありがとうございます。本当にスタッフさん、本当に頑張っておりますよ。毎月ライブということは、もしかして8月のライブに関してももう動いてないと間に合わないのではと考えていて直前の本番でギリギリまでやられていてハラハラしているところです。なのになおちゃんはとっても楽しそうで、この2年ほど思うように活動ができてなかったですし、やっとアーティスト活動を自分のやりたいようにと言ってもまだ制限はありますが、それでもライフワークとしてきたことがやれている充実感にあふれていて、なんだか嬉しく思っておりました。そんな中、グッズの発表ありがとうございました。すごい盛りだくさんなラインナップですね。特にポストカードのお写真がとってもいいですね。普段決め顔の多いなおちゃんがどのシーンも自然体で気持ち良さそうに笑っていて、吸ってる空気が全然違うのが伝わってきました。そうですか、嬉しいですね。笑顔の写真意外と貴重なので、サンプル画像を見ているだけでこちらまで笑顔になれて癒されました。笑ってるなおちゃんの方が好き、ね、いただきました。ありがとうございます。実はね、あのポストカードはこうやってねピックアップしてるんでね、あこんなのがあるんだっていうのを大体こうずらっと見られるんですけども、ムービー写真集の方はですね、あのピックアップできないんですよ、写真ね。なのでピックアップすると実はものすごいことになっておりましてねこの自然体のやつが連チャンでずわーっと4時間近く入ってんじゃない？違うか。どんぐらい入ってんの今回。だってね、あれだけでもね、あそこのアフタートークだけでもすごい2時間でしょ、約ね、1時間50分とかですかね。さらにあれですから、あの DVD の容量パンパンに入ってますからね、はいはい、本当に今回はね、まあ、自然体でね、あの撮れてるので、とってもね、ポストカードもいいし、 DVD もすごいことになっております、うん、T シャツのデザインもすごいということでね、これから見られる方もですね、まだね、あのぜひあの T ショップの方を見ていただいてね、あの手にしていただけたらなというふうに思っておりますよ、ね、本当に力作でございますからね、こちらのね、次は、栃木県のチドリーヌからいただきましたメール行ってみましょう、はい、サマートゥーシーンのライブグッズ発表されましたね、ひまわり T シャツとムービーフォトブック、ポストカード、始まりの森セットと平泉セット購入しました。ありがとうございます。直澄さんの生誕地岩手県で撮られたお写真一枚一枚見てると、直澄さんと岩手旅行に行ってるような感覚になり、なんだかノスタルジックな気持ちになります気になったところもあり、ホーム済み、ね、ホームでね、撮ってる写真の衣装の T シャツはポイズン&ストロベリーツアーのものですか、色が違うのであれと思って、何か意図があってこの T シャツを選んで写真撮られたのかなと深読みしたりしています。おー、これね実はね私この岩手に撮影はね日帰りで行こうと思ってたんですけど、いろいろトラブルがございまして、なんかこう2日間にわたって結局お泊まりすることになったんですよね、はい、で着替えを持って行ってなかったので、まあ衣装しか持って行ってなかったので日帰りだからと思ってね、だからもうね終わった後はもうどうしてももう楽な T シャツになりたくて、家に実家にあった T シャツなんか貸してくれって言ったら親父がこれ出してきましてね、はいはい、あれこれ色変じゃないって言ったら、なんかどうやら洗濯を失敗したみたいでねポイズン&ストレベリーツアーの T シャツ、あの紺色の T シャツだったんですけども、まんまとあの皆さんご覧いただいてるようなあの茶色い
マーブル的な茶色になっておりまして、俺これはこれでかっこいいなと思ってね、なんならこれ作りたいなっていうね思ったぐらいのものでして、あの詳しくはですね、あのまあそのねグッズの方にも入っておりますしね、ぜひそちらの方見ていただけたらなというふうに思っておりますよ。よろしくお願いしますね。さあもう一つ、ね、グッズ絡みですね。兵庫県の花丸からいただきました。T シャツひまわり咲きましたねっていうことでありがとうございます。うん、今回の T シャツ、前回とまた違った雰囲気でとっても可愛いなと思いました。岩手の地に佇み、青空に手を伸ばす直澄さんと、青いチェックのデザインが爽やかでとても素敵です。さらに、ムービーフォトブックとポストカードまで発売とのことで、手元に届くのがとても楽しみです。うん、ね、届きましたでしょうか。サンプル画像を見てとってもテンション上がっております。 T シャツは S サイズを購入させていただこうかなと思っておりましたが、私に S サイズは小さかったらショックだなと、ただいまサイズで悩み中です、今回は S も作りましたからね、ぜひ手に取ってくださいね。実は最近私の爪にもひまわりが咲きまして、というのも友達がネイル検定を受けたのですが、その検定内容のうちの一つ、ネイルアートのテーマがなんとひまわり。モデルを頼まれ一緒に会場へ行かせていただきましたが、こちらもなんと素敵なひまわりが咲きましたということでね、写真添付してくださってます。あ、本当に、しかしネイルってこんなに細かいところまでやれるんですね。本当にすごいなって思いますけどもね、綺麗ですね。友達は出来栄えに不満そうでしたが、私にとってはとても素敵なひまわりでお気に入りです、うん、そんな偶然もあり、グッズも素敵で、さらにサマートゥーシーンが楽しみになりましたということでねそうなんですよ、あのアーティストさんとかこういう作品作る方はですね、あのゴールがないと言いますか、あの終わってもよし、あもうちょっとここはこういう風にしたかったなとか、ね、作品作りっていうのはそういうものなんですよね。だから本当にね、一生勉強だと思っておりますし、もうね、こういう僕も作品作ってるうちはですね、ライブやるうちは、あ次はこうしよう、もっと良くしよう、もっとみんなに笑っていただこう、喜んでもらおう、そういうことを頭に思いながらね、あのやっていくことが多いですから、まあ、仕事ってそういうものかなって思うんですけどもね、まあ、お客さんのためにとかね、そういうことをねきっと思いながらやってる方が多いんじゃないかなっていうふうに思いますけどもねえ、まあこうってデザインがひまわりっていうのもまたねちょっとテンション上がりますよね。じゃあこのねひまわりのね、ネイルで、そしてひまわりの T シャツを着ていただいて、でひまわりのパッケージのようなあの DVD をね、ムービーフォトブックを手にして、でポストカードも手にしていただいて、ね、こうやって楽しんでいただけてるのかなと思うとですね、本当に、喜びもひとしおでございますね、うん、まあ、今回ね岩手に行かせていただいたっていう話は本当にしてまいりましてね、まあ、この今回はあの実は実家にもね帰ってきまして、父ちゃんとも喋りましてね、はい、いやー久しぶりに行きましたよ、丸見食堂丸見ドライブイン、あそこいいねやっぱり、うんうん、いやーラム肉ジンギスカンもめちゃくちゃ美味しいですし、ビールのでかいことよ、さすがに今回はですね、あのカレーは残念ながらカレーまでは手が届きませんでしたけども今度はぜひまたカレーなんかも食べに行きたいなというふうに思っております、うんね、ということで、ね、これから見られる方はねぜひ楽しみましょう、うん、そしてアーカイブでぜひねあのグッズなんかも手にしていただけると、ね、あのよりテンション上がって見られると思いますので、うん、グッズもぜひ手に取っていただきたいなというふうに思っております。そしてこの曲でもテンション上げていきたいな、夏ですからね、ということでね、爪と一緒に T シャツも咲いておりますということでお届けしましょう、うん、ジャイブ&ジュークより高橋直澄、裏路地のひまわり。もなかったけど絶望ってこんな味がするんだね、笑ってたいのに笑い方忘れたよ、顔濡れて力出ない、迷い込んだ日の渡らない裏路
と開いた光、ひまわり透き通った青空、眩しいくらいにでっかい夢に咲いて、言ってくれたね君もきらめく、僕らだからできる、ありがとう咲かせるよひまわり。直澄デビュー20周年記念配信アライブ第3弾、サマーウィンドと新ツアーのセットリストを中心にお届けするライブ、直澄高橋 20th Anniversary Alive Summer to Scene、 8月7日までアーカイブを配信中。詳しくは高橋直澄のホームページをチェック。懐かせに思いを馳せ、今残したい風景をあなたと。危なうねか、行くぜ。シュート！イエヒー！サンサン！サンサン！サンサンサンフラワー！サンフラワー！今日はひまわりだぜ！いやー、サマーウィンドウ、そしてシーンということで、今回はひまわりということだったそうで、俺も今日はひまわりになっての登場！サンサン！サン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 ！おい、サンサン！このビディオニェ。このコーナーはリスナーから寄せられましたそれぞれのお悩みを私アブナオデカが解決に向けて行くぜ、そんそんなコーナーでございます。それでは早速最初のお悩み行くぜ。こちら大阪市清からいただきました。アブナオデカさん助けてください、物忘れがひどいのです昨日は自転車に乗っている時にかぶっていた帽子が飛びそうになって、何を思ったか両手で帽子を押さえて一瞬手放し運転になりましたすげえ。特に危ないことにはなりませんでしたが、なぜ両手を離したのでしょうか今日はケーキを買ってそれを忘れて歩く時にブンブン振りましたせっかくのケーキがなかなかの状態です面白いな。どうしてこんなことに、どうしたら危なげなく過ごせるのでしょうかといただきましたさあ、器用大変ですね、物忘れこれでも俺もあるぜ、はい、なんかよくね、これでもよくではないけど、なんだろうな、野菜ジュースと間違えて炭酸のコーラ振ってみたりとかそういうことをしたりとかはするからね。これね、これ暑さのせいだと思うぜ、これね。暑いとなんかこうボーっとするとね、こう思ってもないことをやっちゃう。特に今なんか直澄さんなんかもうかなりテンパってるから、ひどいらしいよなんかひでえらしいぜ今本当に。これね、キヨにはフルフェイスのヘルメットをおすすめします前もおすすめしたような気がするんだけどキヨにはもう一貫してフルフェイスのヘルメットをお届けしようかなと。なるほど、ね、例えば帽子をね、押さえるときに両手を離して、例えば転んでも最悪、ね、頭は守ってくれるヘルメット、ね、でケーキブンブン振っても、ね、やっぱヘルメットかぶってたらきっと大丈夫だってね、なんでやねんってちょっと聞こえるような気がしますけどぜひラジオの前で皆さんご一緒にいきましょう。せーの、なんでやねん。はい、そういうことでございます。ありがとうございますOK、 なんでやねん。サン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 。さあ次のお手入れいくぜ。埼玉県 OK おけけいさんからいただきました。危なおでかドラボー、ナイトラボー。我が家はみんな人参しりしりが好きなのでよく作るのですが、しりしり用のスライサーで極限までしりしりできなくて、結構大きな塊を残してしまいます、もったいないのでそこは包丁でしりしりっぽくカットするのですが、なんか意味なくないと思ってしまうんです。わかるな、ちょっとわかるぜこれね。でも極限までスライスしようとすると指までしりしりしちゃいそうで怖くてできません。実際何度かやってるし、危なおでか、どうしたら指を切らずに極限までしりしりすることができますか。これちょっとわかるぜ、これね、またね、しりしりのやつって沖縄でね、僕も
植木さんに買っていただいたやつをね、あのおすすわけで直澄さんから借りてるんですけどもめんどくせえ説明借りてんのかよまあ借りてるんですけど、あれ歯がねそんなに切れないんです実はね。ねえ、だからこうギザギザになって、それが味が染みて美味しいしりしりになるんだっていうことを聞いたことがあるんだけど、あれね私が勝手に思うんですけど、俺的にはあのクランチキシャーってこう早くザザザザザってやってしまおうと思うと、なんかね人参がねこう水っぽくなってあんまり美味しいしりしりにならないんだぜ。これがね優しい気持ちでそっそってこうねゆっくりこうしりしりみたいな感じこうね長くこうねそーっとこう優しさを持ってしりしりしてあげるんですよ。そうすると意外とね長くしりしりできたりとかして、長めの人参がねできたりとかするので、でね意外とこう梅雨っぽくならなくて、結果ふわふわになって、あいい感じだなっていうのができるんだぜ。俺はこの優しさを持つべきかなっていう一番の解決法はそこかなと思ってるぜ。で、あの俺的にはもうねここまでかなって思ったらもうねパクって食っちゃいます。なるほど。もう生でパリンって、はいはいはい、もうね野菜スティックだと思って、そこはもう、うん、あのもうあの俺はねいつも腹ペコだから、もうねもういつも腹ペコなんですよ。だからでも早く食っちゃいたいなみたいな、ね、そんなところで、あのえお食べください。オッケーということでね、しりしり実あの何で作ってます？僕はね最近あのサバ缶で作るしりしりが俺は大好きだぜ。俺がもうたまんなくもう最高に俺の作るしりしりが一番うまいと思って作ってるけど、見せて食うとそれはそれでまたうまいんだぜこれね。しりしりでね、俺ね意外とね人参そんなに好きでもないってことを最近気づきました。しりしりだったら食えんだなっていうね。あ、なるほど、思ってますぜ。ということで皆さんからのお悩み待ってるぜ、うん、はい、ということで危なおさんありがとうございました、うん、ということで一曲お届けしたいと思いますけども、きっとこの曲で盛り上がってるんではないでしょうか、そしてまた盛り上がるんではないでしょうか、うん、ということでね、一緒に歌っていただきたいと思います、高橋直澄でサマーウィンド。
最後は高橋直樹が気になっていることや独り言を聞いていただく天体観測のコーナーをサマーウィンドに乗せてお届けしたいと思いますけども、さあということでライブね楽しかったねっていう人と、あこれから楽しむぞって方とね、このサマーウィンドね321ぜひ一緒に行っていただきたいなというふうに思っておりますけども、ね、今日はあの普通音でもありましたけどもね、8月のライブはもうそろそろあれなんじゃないですかって言っていただいてましたがそうなんです、実はもう1ヶ月切っておりましてですねえどういうことっていうね、あのサイトの方でね、ファンクラブの方はもしかしたら先に見てるかもしれませんけどもね、8月のね、20th anniversary arrive がもう決定しておりましてね、その日程をご紹介させていただこうかなというふうに思います。8月の20日でございます。20日はジャスコじゃなくて20日はアライブでお願いしたいと思いますね、18時からね、やらせていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。次はなんかね親指とか立てられそうかななんてことも思っておりますんで皆さんでねぜひそんなねことも盛り上がりつつ、でもその間はですねぜひアーカイブで何回も見ていただきたいと思いますし、これからの方もですねぜひもう思いっきりもうねなんか何がどれかもう私もぐちゃぐちゃですっていう感じでございますけども、皆さんもぐちゃぐちゃしてくるかもしれませんけども、次が会えるっていうね、これがね本当に嬉しいなっていうね、なんかねそうでもないとこの暑いね天候がいろいろぐちゃぐちゃしておりますけどもね、この夏を乗り越えられないんじゃないかなっていうことも思いますんで、ぜひね一緒にねひまわりのような笑顔を咲かせてね、ライブで楽しく盛り上がっていけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。詳しくはね、高橋直澄のサイト見ていただけたらなというふうに思っておりますので、随時いろいろ更新しておりますんでね、よろしくお願いしたいと思います。ということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメ、番組の感想リクエストをメールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題はギリギリ、そして一押しアイスでございます。あのねこの間ねここでアイスアイス言いすぎちゃってさたまたまもう本当に久しぶりに1回だけスーパーに行ったらさ、ポテチと悩んでポテチのカロリー見て、あやっぱアイス買おうつってアイス買ってきちゃったよスイカのアイスバーとあとあのクランキーチョコのやつね帰ってきてから2本も食っちゃったよ一押しアイスぜひ教えてください。そしてライトのお悩みなら俺にくれということで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも気軽に相談していただきたいと思います。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送ってください。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってありますので、よろしくお願いします。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねなおずみ。デビュー20周年記念配信アライブ第3弾、サマーウィンドとシーンツアーのセットリストを中心にお届けするライブ、なおずみ高橋 20th anniversary アライブサマートゥーシーン、8月7日までアーカイブを配信中。詳しくは高橋なおずみのホームページをチェック。夏風に思いを馳せ、今残したい風景をあなたと。